最初の一振り、それで十分じゃった。わしはそのパンチにはっきりと見たんじゃ、世界のベルトを。今日はどうもありがとうございました。きっといい特集になると思います。うん、楽しみにしとるよ。原稿は後ほどファックスでお送りしますので、チェックをお願いします。それでは次に高村選手ご自身の、盗み聞きなんぞしよって、それがチャンピオンのすることか。おい、俺はジジイが記者さんになんかいたずらしねえかと心配でよ。貴様と一緒にするな、このスケベ大運が。大体貴様は入門してきた時からチートも変わらん。入門してきた？ジジイがスカウトしてきたから入ってやったんじゃねえか。チャンピオンとしての自覚がないっちゅうとんじゃ。現役最強と言われるチャンピオンのデビュー前、面白そうですね。別に面白くはないぞ。こやつのしでかすことといえば、何すんだこれ。やかましい。こっから俺様の取材だ。スカウトの頃の話だろ。ちゃんと説明してやるから心配すんな。懐かしい話ですね。なんじゃ、まだ覚えとんのか。そりゃそうですよ。高村君はうちの救世主でしたからね。あんなスケベ大王が救世主ではたまらんわ。でもあの頃このジムも少し勢いがありませんでしたし、高村君が来てくれてやっぱり何か変わったと思うんですよ。なんじゃい。あ、いや、僕にも聞かせてもらえたらな。なんて、高村さんが入った頃の話。貴様、そんなこと言う前に今日のノルマを終わらせた。はい。たく。救世主か。最初は単なる不良の喧嘩じゃと思っておった。だがあやつのパンチはすでにプロ級、いや、生地のプロさえ超えるほど圧倒的じゃった。会長。そのぐらいにしておけ。貴様、人殺しになりたいか。おせっかいなじいさんだ。何しやがる。失礼、少し確認しときたくてな。ナチュラルで柔らかい筋肉、まさにボクサーのために生まれてきた逸材じゃ。見たい、こいつをリングに上げてみたい。チッ、今日は終わりだ。ジジイの相手なんぞ暇つぶしにもならねえ。あ、待て。ええ、どうする。こんな悪たるに正面からボクシング進めても断られるのがオチじゃ。チッ、なんもないんだったら行くぜ。せっかくギタギタにしてやれたのによ。そんなに暴れたいか。だったら何なんだよ。ならば公認で暴れられる場所を紹介しよう。人を殴り倒して褒められる場所、ボクシングのリングの上に。ボクシング？ルールとかあんの苦手なんだよ。でもまあいいぜ、暇つぶしにはなるだろう。なら、ついてこい。よっしゃ。よし、だいぶ体が温まってきたな。しかしよ、
このジム神器臭くねえか。もうちょっとこうパーッと明るい感じにならねえのか。気分が乗ってこねえぜ。ボクシングは己が精神と肉体を磨くもの。そんな気分はいらんわい。チッ。おっさん、せっかくリングがあんだからよ、一発パーッと試合と行こうぜ。試合？おおい、その必要はない。スパーなどせんでも貴様の力は分かった。実力とかじゃねえだろ。あんなもん殴っただけじゃ全然暇つぶしになる。あれ、暇つぶしじゃよ。話が違うぞ。ボクシングやるんじゃなかったのかよ。そのうち嫌でも殴ることになる。ほれ、次を左じゃ。明日来るからな、必ず誰かぶん殴らせろよ。そうか、来るか。その前にな。え？朝と夕方な、さっきのコースを3周ずつ走っとけ。ふざけんな。ロードのタイムは30分切ってました。何かスポーツ経験でもあるんでしょうか。あのパンチ力に心肺機能、確かに面白い素材ですが、果たして明日来ますかね。うるせえぞ、今何時だと。なんか用か。ロードワークじゃ。あ、昨日言ったじゃろ。バカらしい。俺はボクシングをやるとは言ったが、マラソン選手になる気はねえな。おお、逃げるのか。そのロードワークを片付けたらパンチを教えようと思っとったが、意外と見かけ倒しじゃったな。あれが見かけ倒しだ、こら。終わったらパンチだったな。絶対殴らせろよ、約束だからな。もっと気合い入れんか。おい、右は打たなくていいのか。さっき教えた左ジャブだけじゃ。いつまでだよ。わしがいいと思うまでじゃ。だからそれはいつなんだ。さあな。ふざけんな。すげえ、なんだ今の。そうだ、やっぱ右も打たないとボクシングって感じしねえだろ。え、このクソジジイ。終わったら総仕上げじゃ。スカッとするぞ。右か。走れ走れ。クソ。チッ。今日も左ばっかかよ。だがだいぶマシになってきたぞ。そんなことより利き腕で思いっきり叩きてえよ。左、利き腕を生かすためじゃ。初めから生きてるっつーの。篠田君。はい。わしはちょっと用事があって出かけるから、こやつの練習を見てやってくれ。わかりました。帰ってこなくていいぞ。サボるんじゃないぞ。これでいいか。もうちょい右っすかね。こらすごいっすね。だろ、これでこのジムもちったいい感じになっちゃったってか。よ、帰ってたのか。少し明るくなったら。貴様には今のメニューでは足らんようだな。お、新しいメニューか。右か、ワンツーか、アッパーか。もっと楽しいもんじゃ。新しいし楽しいじゃろ。楽しくねえ。だが暇つぶしにはなるじゃろ。しくしゃよ。おお、少しは無駄打ち叩けるようになったか。当たり前だ。
ボクシングさせてやるっつうからついてきてみりゃ、毎日毎日馬や牛みたいに走らせやがって、いい加減走るのにもなるってんだ。それでいい、走れボクサーに世界は狙いんからの。忍さん、お願いします。まだまだフィニッシュ。ここもなんか暗いんだよな。そうなんすよね。あれ、高村君前より痩せた？うん、じいさんに毎日走らされてっからよ。ただでさえスタイル抜群の俺様の筋肉がパーフェクトになっちまったぜ。筋肉っていうと会長もあの年で結構筋肉落ちてないんだよね。あんなじいさんと比べるな。見ろ、これだけは年寄りには不可能。おお、へっし。会長、ちょっと顔色悪いですよ。いや、しかし雨に濡れたからの。まあ平気じゃん。ん？やっぱり少し熱があるんじゃないですか。ああ、気にせんで。これは無理しないでください。無理そうな態度。やっぱり今日は来てね。さあゆっくり寝るぞ。寝れねえ。いいぞ。よう、遅かったな。死んじまったかと思ったぞ。単なる風邪じゃ、もう熱も下がった。ロードはやったそうじゃな。当たり前だ。右は使っとらんじゃろうな。守ってやってら。よし、そのままそのまま。フィニッシュ。わしがおらんでも練習をサボらんかったとは少しは成長したらしいの。成長？俺様のは進化だ。小物のような言い方をするな。ふん、大した大物ぶりじゃな。神聖な呪文をまた冒涜すると、さっさと剥がせ。そしたら練習の続きじゃ。いいから、年寄りは寝てやがれ。おい、お年寄りじゃ。うるせえ。俺様はジジイが来ても来なくても練習するんだ。さっさと病気を治してから出直してこい。寄せる。何も出すんじゃ。二人はいいようにやられてるぞ。たく、あの年でなんでああも元気なんだよ。最近は特に元気がいいね。高村君がここに来るようになったからかな。やっぱり教えがいのある相手がいると会長の気合も違ってくるんだよ。そうじゃ。よっしゃよっしゃよっしゃ。いい迷惑だ。はいはい、承知しました。どうもありがとうございます。決まったか？ええ、3ヶ月後で。そうか。しかし相手が悪くありませんか？そんなことはない。ちょうどいいくらいじゃ。それとここにおるみんなには言うとくが。そう？俺様は納得してねえぞ。ヤギちゃん、もう一度頼む。俺ちゃんと聞いとけ。相手の桜選手は4戦4勝 1KO、 インターハイチャンピオンからプロ転向して現在無敗。左右のスピードのあるストレートとフットワークを使わせれば。相手なんぞどうでもいい。結局俺様はジャブとロードワークとスクーター引きしかやってねえんだぞ。
さすがの高村君も緊張してるみたいですね。あいつの場合緊張しているふりかもしれんがな。余裕ですね。心配事とかありませんか？そんなことないぞ。これで心配しとる。今更ながらスパーを一度もやらせなかったのはまずかったんでは。いや、わしが心配しとるのは相手の方じゃ。俺様は世界チャンピオンになれる人間だ。セコンド。しかしボクシングを舐めようなんて考えてたわけじゃねえ。もしこれで負けるようなことがあれば、こんなジムは絶対やめてやる。1ラウンドは持ってほしいんじゃがな。それが無理ならせめて1分でも。えい、ママよ。はい。これがプロか。なんて動きしやがる。ワンツー、避けきれねえ。避けた。逃げ足も速い。これじゃ攻撃しようにも。あれ、早くね。いや、俺様が早いのか。なるほど、なるほど、なるほど。一分も無理じゃったな。こういうことか。ニュートラルコーナーへ。わっ、勝者高村。ヘヘ すげえぞ新人。足も左も右もいけるぞ。やったぜ高村君。秒殺だ。1ラウンド25秒 KO。 高村君すごいよ。のぼせ上がるでないぞ。今回はなんとかなったが、貴様はまだ体が成長する。次からは減量とも戦うことになるぞ。ここから俺様のチャンピオンロードが始まるのよ。あとは世界まで一直線に連れて行ってやるぜ。やっぱりまずいよ高村くん。うん、やりすぎだって。大丈夫だって。みんなもジムが明るくなったら気分がいいだろ。あ、俺走ってきます。俺も行ってきます。やっぱダメなのかよ。走ってこい。え、貴様も走ってこい。すいません会長。いい色じゃな。あ、この色に塗り直すとどのくらいかかるか調べてくれ。会長、できれば安く頼むぞ。はい。どうした？あの中から変な音が。音？な、いいじゃねえか。ダメです。何回言わせるの？とかなんとか言っちゃって。しっかり上は脱いでるくせに。何をやってんじゃ。ちょうどよかった。そろそろ俺様の世界挑戦のプランを相談しようと思っていたんだが。貴様
様なんぞに世界などたくれ洗えばたくれてめえあと100年生きるつもりか妖怪ジジイにも程があるぞ貴様が死ねた陽で亡くなる日まで生き続けちゃうわいい加減にしろ